Mag Cafe of Garden presents Sticky Style。舞い上がれ桜の雨、長くなびくおぼろ雲へ、この気持ちも共にいざない行け、あとはに帰らぬようにそのまま。時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンキロです。今日は1曲目、この曲から紹介しましょう。舞い上がれ桜の雨。あの日はいた夢が掴んだ胸の奥には、こうしてまた一輪の花を咲かせて。
はい、お聴きいただいてますのはマグカフェアットガーデン、私の曲でファラウェイです。ということで今日の素敵スタイルはですね、この番組ね4月から始まって4、5、6、7、8、9、10、11、12、9ヶ月経ったわけですけど、そういえば私の話全然してなかったなと思いましてちょっとそんな話がもうね12月ですからね、今年のまとめとして自己紹介がてら遅ればせながらやっていければと思ったんですが、私はですね勤めながら会社勤めしながら歌ってるシンガーソングライターなんです。はい、で今まで素敵だなって思った方にですね勇気を振り絞ってゲストに出てくださいってオファーして、もう歴代の皆さんいろんな方が出てきてくださってるわけですが、なんでそういうことをしてるかっていうと、会社勤めしているお仕事関係がまあありますね。ラジオとかテレビを作ってる制作会社で私働いてるので、そのお仕事でご一緒させていただいた方とか、あとは会社、そうなんですよ、ビクターからデビューして10年の間に私4回ぐらい会社変わってましてね、勤め先がでその時に例えば YouTube の小田哲郎さんの YouTube チャンネルを運営してるんですけど、そのご縁とか、その前の会社でこういうなんかお仕事して、それでその後私が手伝うようになったとか、まあそういう感じですね結構そういうのが多くてですね、何やってんのってよく言われます。ラジオは月に1回、NHK の、まあ私の今のこの名前じゃない、本名に近い名前でやってるんですけど、ラジオ深夜便を月に1回、早見優さんと後藤重義アナウンサーの会をやったりとか、あとはさっき言った小田哲郎さんの YouTube とかやったりとか、あ、これお仕事じゃないかもう何やってんだっていうのね、まあいろいろです。で趣味でスケッチ書いたりして、それが最近はカレンダーになったり、今ねちょうど発売してるんです、2023 Amazon で買えます。っていうか Amazon でしか売ってません。言葉と水彩画のいろはいろはカレンダー、マグカフェアットガーデンで検索すると出てきます。作詞家歌手の河合美良さんと一緒に作らせてもらったもので、絵が私担当です。マグカフェアットガーデンは MAGCAFE アットガーデン、ぜひ検索してください。さあそんな私がじゃあその働いたり働いてないところであんなことやこんなことやってて、そのうちの一つで一番今旬なのがですね、僕のフレンチという演劇です。演劇じゃないよなあれは。もともとなんでそう言ったかっていうと、音楽がいっぱいあって、あと私みたいな舞台全然見ない人でもスッと入っていける音楽いっぱい、映画見てるみたいな、そんな演劇なんです。もともとアラカルトという舞台が展示て今僕のフレンチとなってます。台本構成演出高泉敦子さん、そして音楽監修中西俊博さん、出演が他に高泉さんの他に山本光陽さん、中山雄一郎さんで、12月19日から26日までたくさんゲストを呼んで配信でも見ることができるんです。なので沖縄からも見られるんで楽しみにしてください。というか私何やってんのっていうのが、実はそこで演出助手として働いてます。今日はですねその現場の一部始終に潜入してきました。高泉敦子さんと、そしてミュージックディレクターの竹中俊二さん、アコーディオン佐藤義明さん、ベースブレントナッシーさん、バイオリン中西俊博さんです。それではどうぞ。マグカフェガーデンプレゼンツSticky style. Walking in a winter wonderland. Teacher, where is it? Yeah. Rehearsal, isn't it? はいはい、そうなんです。なんか一年ぶりのこうやっていつも中西さんのこの素敵なスタジオ借りてやってるんですけど、こうやってみんなと集まると、まあ今賭けで結構ね。苦しい時期ではあるんですが、みんなが入ってくるとすごい、ああなんかこう心がね、こうなんかこう弾んでくるっていうか、はい。
竹中さんです。はい、竹中です。あつこさんにはいつもお世話になっております。あつこさんのいろんなわがままにも対応しております。本当なんですね。はい、今どうですか。今は何曲かやられます。今日はまだ2曲目です、ね、順調です。はい、だってもうたけちゃんはアラカルトから入ってくれてるからもう10年選手じゃないかな。10年、いや20年近いんじゃないですか。15年ぐらいやってるんじゃないですかね。はい、振り返っていかがですか。はい、振り返ると中西さんです。振り返れば中西さん。いや、もうたくさん学ばせていただきました。ありがとうございます。いや、でなんか竹中さんが来てくれたこと、最初の日のこと覚えてるんですけどね。一番初め出会った時なんて、あなたって虎だったんだよね。虎ですよ。誰かさんの、あ、ほらほら、代わりにね。そう、なんか彼、天野さんね。天野さんが、そう、そしたら天野さんがあまりにも竹中さんの見た時に、だから虎じゃ申し訳、このまま出てくださいって言った時あって。そうでしたっけ。ありがとうございます。あのね、その時なんとなくね、キューピーちゃんのようなイメージだったの。はい、僕はキューピットです。あ、キューピーちゃん。可愛くてね、本当に可愛い男の子っていうか、私から見たら、あ、キューピーちゃんだなって。はい、なんてこと言うんですか。はい、キューピーです。舞台見に来る人に一言お願いします。はい、キューピー待ってます。あとね、原田真嗣似てると思った。原田真嗣似てると言われます。はい、たけちゃん昔昔ですよ。昔新宿道具結構仲良かったです。中西さんは昔は石田純一みたいな、ね、そう、今全然違いますからね。石田純一に間違われたよね。やめてやそれ。すごく嫌がったね。そうそうそう、あつこさんもね、石川さゆりみたいでしたね。私、うん、甘い声乗ってるし。中西さんいかがですか、今回稽古の感じ。いや、久々にやっぱいいですね、ここに戻ってくるとね。まあ僕の家を使ってくれてとっても嬉しいです。出なくて済むし。なんかやっぱりいいサウンドですね。はい、あちらにはい、あのほら、なんだあれ、海賊の彼なんだっけ。ジョニー・デップ。そう、ジョニー・デップ。ジョニー・デップ参加するんですか。そっくりなんですよ。パトリック・ヌジェと申します。よろしくお願いいたします。痩せたね。はい、よろしくお願いします。どうですか、稽古。稽古、顔の稽古、頑張ってます。ギリギリです。最年少。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。私 の昔からの友達がいて、で去年から初めて佐藤さん入ってくれたんだけど、まあ、私たちも佐藤さん大ファンで、で配信したじゃない。たらアップがあるんでね。たら佐藤さんを知らない彼女が、彼すごいジョニーデップって言って、すごいジョニーデップ、すごいジョニーデップ。でね、形容詞ですね。角度、ある角度から見るとそっくり。でそれをね、私はね、林見てて佐藤さんを意識してるなと思った、あの角度。いやいや、ほとんどいや、アーティスト写真さ、いやちょっと待って、目線さ、はい、ジョニーデップの、いやちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ジョニーデップに似てるっていうのは違うんですよ。ジョニーデップが俺に似てるんですよ。そうだね。失礼いたしました。じゃあジョニー・デップに気使ってあの角度にしてあげてるんだ。そうです、そうです。なるほど。こちらにもケビン・コスナー。そうそうと思わないね。よろしくお願いします。どうですか、曲今稽古合わせて。日本語さっぱり分かりません。何言ってる。違う、ブレントは日本語もフランス語も英語もよくね堪能なんだけど、私の日本語が分かんないね。あ、それはそう。それは日本人でも分かんないから。そう、そう、たまに竹中さんに聞いて、何言ってったって、俺も分かんないって。唯一中西さんの、昔からね、私のこと分かんなくても中西さんはすぐ分かってくるね。分かってないです。確かに動物の勘ですから。あ、動物の勘ですか。言葉では分かんないんだけど、動物の勘で。でもう慌てて言ってるから逆のこと言ってることよくありますよ、ね。これ逆なんだろうなと思って。
ボスは高橋です。サバ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 ビアン、たとえ卵1個でも美味しくできるフレンチ、ウフオムレット。サバ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 ビアン、ハムとチーズがあればスフレウジャンボンフロマージュ。セボンセボン、一つ星二つ星三つ星、そんなの全然関係ない。グルナビ食べログレッティ、ホットペッパー勝手に書いてれば本当に美味しい料理はここここ、心が味のもと。一度おいでくださいましよ。目ん玉ぶっ飛び呆れてひっくり返るおろろきなフレンチ。サバ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 ビアン、ワインはお任せあれ、値段じゃない雇用なく愛するハート。サバ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 ビアン、心を込めて探せば出会えるとびきりのワイン。セボンセボン、フランスいっぱい、アルザスボルド、ロワールブルゴーニュ、コートドゥロのシャンパーニュ、プロバンスランドクルーション、イタリア、スペイン、ドイツに、カナダに、チリ、オーストラリア、カリフォルニア、サウス、アフリカ、ニュージーランド、ギリシャにモルドバ、忘れちゃいけない、甲州、勝沼。こんばんは、ボンソワー、ボンソワール。皆さん、ようこそ僕のフレンチにおいでくださいました。今年はですね、少人数でございますが、席を設けました。ありがとうございます。そして、配信をご覧の皆様、ありがとうございます。メンバー紹介いたしましょう。ベース、ブラントナシー。初登場、佐藤義明。今回音楽監督でございます、竹中俊二。そして我らが巨匠、中西俊博だ。一つ星、二つ星、三つ星、そんなの全然関係ない。グルナビ、食べログ、レッティ、ホットペッパー勝手に書いてれば本当に美味しい料理はここここ、心が味のもと。一度おいでくださいましよ。目ん玉ぶっ飛び呆れてひっくり返るおろろきなフレンチ。今宵限り、明日はないかも、楽しんで味わってくださりませ。パッパッパリラリバリララ、イエーイ。でここも歌ってくださいね。お気に入りのブリンチ。はい、この12月僕のフレンチ今年もあります。配信もやります。会場に客席もご用意しています。12月の19日から26日まで、このメンバーで
やりますよ。お待ちしております。はい、エンディングです。私の歌マグカフェアットガーデンから、日だまりと琥珀とお聞きいただいておりますが、そうなんですよ、実はね、この僕のフレンチ、先ほどねちょっと一部始終をご覧いただいたものなんですが、その舞台の前、アラカルト時代からすると私ね25年ぐらい見てるんです。私がずっと見てた舞台に今回初めてスタッフとして関わらせていただいてて、そんなすごいことあるっていうね、もう幸せでしかないんで、いやちょっと頑張って成功を導くぞみたいな頑張ってますって感じです。よかったらぜひぜひ配信見てくださいね。ということで、私の歌もこんな感じでやってるのでSpotify、YouTube、いろんなもので聞けますので、よかったら聞いてってください。それでは来週は安田真由美さんの番組をお届けします。マグカフェアットガーデン、キロでした。じゃあね。